ペレット総部専門店渋川市ペレットマン群馬です。東の方からですね、だんだんと明るくなってきています。冬至を過ぎて少しずつですね、日の入りの時間の間隔が長くなっていくということです。先週はですね、だいぶ山あいでも雪が降って、今年はどうなるのかなというようなこともありましたけども、今週はですね、打って変わって昨年同様の暖かい暖冬的な冬を感じていました。でも何度も年末年始ですね、寒波が来るということで、強烈に寒くなるという予報もありますので、皆さんストーブのですね、点検確認、そして燃料の準備しっかりとお願いできればというふうに思います。私どもは年内29日までの営業ですけども、燃料の引き取りは午前中までということでお願いをしてありますので、お気をつけください。ペレットストーブメンテナンス申請設置、また群馬県で初めての電気を使わないペレットストーブに関することで何かございましたら、ペレットマン群馬までお問い合わせください。